ちゃ。こんにちは。さあ、ちょっと気になる記事が出てきました。これ産経新聞のネットニュースなんですけれども、はい、前田健太投手、はい、電撃カープ復帰を決断か。今季限りでメジャー8年契約が終了というところで、ちょっとびっくりしました、はい、ね、はい、でこれファイナルアンサーは黒田ロードかということ出てるんですけれども、まあ、ツインズの前田健太投手に日本球界復帰の可能性が出てきたというところで、うん、右肘のトミー・ジョン手術を受けてから今シーズン4月4日のマーリンズ戦で591日ぶりに復帰した。ただ調子が上がらず再び故障者リスト入りと、うん、で再調整を経て6月下旬にメジャーに復帰。それ以降は、まあ、好投を続けているというところで、はい、まあ、3勝7敗でポストシーズンの進出が濃厚なチームの先発ローテの柱として右腕を振るっているというところなので、まあまあ、いきなりこの記事がポンと出たので、いや可能性はあると思うよ。あ、ある、なくはない、なくはないと思うよ、はい。だからなんかもう前健太いくつになった、88年なので、あの坂本選手とかマー君世代なので35、はい、いや帰ってくるんじゃない。おお、帰ってくるかも。いやもうやっぱ投げる姿見ててもさ、はい、全力で全部を投げてるような、うん、もう余力を残しながら投げてるんじゃなくて、はい、全部で向かっていってるっていう、まあ、体も悲鳴を上げ出してるんじゃないかなっていうような気がするんだよね、うんうんうん、だからあと3年とか4年とかをカーブで過ごす、はい、お世話になった、うん、まあ、それが一番いいのかなって、まあ、黒田がね帰ってきて、はい、やっぱいろんなものをいいものを投手陣たちに教えながらで、まあ、優勝していったというね。また前健が帰ってきたら広島がそうなりそうな気がするよな。強くなりますね。強くなるっていうか、はい、やっぱりいいものを持ち帰ってくるような気がするけどな。そうですよね。で、まあ、現状でもメジャーでもちろん十分に通用する力量を、うん、発揮しているので、この路線で行けば本来ならまあ日本球界復帰の可能性は薄いと感じるけれども、メジャーリーグの関係者がやっぱりその前田投手がその黒田さんをすごく慕っていると、うん、で、まあ、黒田さんもこの人生もすごく尊敬している。で、黒田さんがメジャーの高額オファーを蹴って最後はカーブに復帰してチームを優勝に導いたように、自分もという気持ちがふつふつと湧いてきてるのではないでしょうかと、うん、それならば、まあ、メジャーに残れば高額な年俸はもらえるだろうが、まだ力が残っているうちに古巣のカープに最後は貢献したいという思いが、まあ、強いというふうに聞いていますというふうに記者の方はおっしゃってるんですよね。そうだな、まあ、本当にあの怪我もあったりとかね、はい、その怪我の苦労もあって、でどういう、いや、まあ野球人生というか、はい、プロ野球人生を終わりにしたいかっていうとさ、うん、そうだな、前健はなんかカープに戻ってきそうな気はするな、うん、そう、黒田うんぬんというよりもさ、はい、やっぱ自分の野球の人生のどう引退していくかっていうことはもうその年になってくるとある程度考えるんだよね、うん、そうなってくるともう一回あの仲間たちと野球がやりたいって思うのが前健かなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするんだよね。まずやっぱあと秋山選手が先にカープに来ている、うん、まあ、あの同級生でもちろんあの親交を持って仲いいですけれども、うん、なんかその姿も見たりとか待っててくれてるとかいう、うん、まあ、あとファンのこともありますし、黒田が帰ってきたらかっこよかったからな、はい、蹴って高額オファー蹴って戻ってきた侍っていう、いかっこよかったで、うん、右ピッチャーで一塁側のプレート踏んでみたいな、はい、で困ったらインサイド行けみたいな、うん、精神的なものも技術的なことも、はい、広島投手陣にこう注入しながらね、うんうん、やっぱ前健帰ってくるな、なんかそんな感じが降りた8年契約は今年終了年ということもあって、そうだね。でもしこれが本当に前田選手日本球界復帰を決断するとなると、はい、やっぱり出ているのが複数球団行くだろうと、まあ、ソフトバンク巨人などが巨額契約を提示して獲得に乗り出す可能性は十分あると、うん、もちろんフルスカープもちろん行くと思います。いやもうね、前健はお金じゃないと思うよ、うん、そうですね、なんかそんな気します、うん、そんな気がするでしょ、うん、前健の性格とか、はい、いやなんかがみつく、いやもう、いやこっちの方が1000万多いからこっち行くとかそういうタイプじゃないし、はい、十分お金持ってますし、ね、だから思ってる、まあ十分なのかどうかわからないけども、はい、やっぱり広島っていう土地柄っていうのは前健も嫌いではないと思うしね、うん、
いやその方が綺麗でしょう、うん、だから引退するとなるとどう考えるかっていうとやっぱり広島でっていうふうに思うと思うけどね、うん、なんかカープってそうですよね、戻ってきて、ね、家族感があるんだよね、うん、そうそう選手がそこに、うん、だからそうだな、帰ってくると広島がもう一つ強くなる、ありますね、なんか優勝できるな、いやできる、十分に十分にありえますしね、うん、またなんかやっぱりあの赤いユニフォームですよね、似合うのかな、うん、てかソフトバンクとか巨人とかのユニフォームではない気がするんですよね、うんうん、逆に巨人に入ってさ、うん、広島に投げてる姿っていうのはなんか見たくないな。なんかわかります、わかるでしょ、わかります、なんかやっぱマイケンはカープの人間だなと思うもん、うんうん、やっぱそうですよね、そうなんですよ、でも黒田が一言言うんじゃない、帰っておいでって、うん、お前帰ってくるんだろうなって。そう先輩が、あいや新井の力になるんだろうみたいな、はい、うん、としか言いませんね、なんかそんな感じがするんだけどね、そうですよね、あまあそのぐらいのなんかこう血のつながりというかさ、うん、なんか広島はすごくそういう温かいものを感じる球団だから、はい、帰ってほしいけどね、もうあのファンのコメントでもこの記事に関してやっぱファンとしてはカープに復帰して優勝して新井監督とマイケンが抱き合って奮起する瞬間を見たいですとか、うん、あとはやっぱり確かに黒田選手が復帰した時と状況が似ているのでマイケンのカープ復帰現実的になってきましたねとか、うん、やっぱりファンとしてカープに戻ってきてほしいっていう声が大事ですね、そうだよな、はい、いやただ広島球団がいやマイケンいらないよって言う可能性もあるからね、そうです、まあでもそれは広島球団はないと思うわ、あの後継者ですからね、前田健太投手は、いやじゃなくて、うん、そんなことよりも帰ってくるんだったらもう本当にうちにいなさいって、うん、そういう温かく迎えるというかさ、功労者とかそうなのはね、なんかあんまり関係ないような気がする、パッションですね、もうそしたらそうだと思うよ、うん、気持ちだと思うよ、そうか、うん、だから帰ってくるんだったらそうあってほしいな、そうですね、うん、もちろんアメリカの選択肢もあるだろうし、うん、はい、それは人生だから、うん、それはそれでいいんだけども、でもマイケンの性格いろんなことで発信してくれてるけども、はい、うん、そうだな、うん、やっぱりカープに戻って、うん、そこで引退をしていくという、うん、それが綺麗かなと思うけどね、人生的にはね、うんうん、まあ、いずれかはそのメジャーでキャリアを終わらせるのではなくて、いつかやっぱ日本球界に最後はっていう思いも、いや、あるんですね、もう行くからにはやっぱそのメジャーで骨を埋めようとかいろいろ考えていったと思うんだけども、うん、まあ、だけど手術があったりとかいろいろして、マイケンの能力からすると、うん、まあ、そこまで全うしてるっていう感じはしないよね、うん、まだ、はい、うん、だけどやっぱそれをやっぱ日本で終わるのに、うん、もうなんか爆発的にその残ってる能力を使うというかさ、はい、なんかそういう風にしてほしいなっていう風には思うけど、そうですよね、あの黒田投手が帰ってきた時にやっぱ黒田投手登板の日、もうファンが見に行きたいからやっぱりバッという、ああいう感じがまた再び前田健太投手が投げるからよっしゃーみたい な、 なんか黒田はかっこいいからね。マイケンもかっこいいですよ。いやかっこいいよ黒田投手、なんかね男って感じなんですよ。そうなんだよ、そう、三髄のあの関と書いて男っていう、はい、わかります、すごい。いやなんかね広島を強くするために戻ってきたみたいなさ、はい、なんかそんな感じがするみたいな。マイケンな、マイケンもそうやって帰ってくればいい、ね、そうですね、どうでもあのマイケンあのものすごい投手なんですけど、オフになるとあの絵が下手なので、絵が下手選手権というかあれで、あのいつもああいうことやるからダメなんだよ、書いてるので、どうしてもお笑い要素も入ってきちゃうんですけどね、そこにね、だからお笑い要素が強すぎる、ね、強いですよね、面白いし、黒田、ね、は全くそういう硬派だからね、硬派なんですよね、あだからかっこよかったけどさ、うん、まあ、マイケンもそこら辺は自粛して、あの硬派で帰ってこないとな。そうですね、赤ユニフォームをまたね、身にまとうのか。いやいや、赤ユニフォームは似合うよな。一番似合いますね。うん、まあ、いい子だしな。はい。とな、はい。だから帰ってきて、また勇姿を見たいな。見たいですね。あの、カップファンのみならず、野球ファンも多分見たいなっていうのはすごい思ってる。帰ってきたら森下が、一皮むけそうな気がするよ。あ、負けそうな気がする。あのいい刺激をもらって、うん、
今はなんかこう刺激というよりもこう模索しながら自分で考えながらやってると思うんだけど、マイケンが帰ってきていいものを注入したら、うん、森下が一皮むけそうな、そんな感じがするよな、うん、いい影響を与えそうですね。そうだな、うん、まあ、まあそうなることを願ってるわけじゃないけども、はい、まあそうなったら楽しいなという、はい、まあ夢のある話でね。そうですそうです、まあこの人生を決めるのはマイケンだからさ、はい、まあ、なかなかね帰っておいでとは言えないけども、はい、まあでもより良い選択をね、はい、してほしいと思います。はい。